皆さんこんばんは。中学2年生でしたよね。1次関数の総復習という形で今日から2学期の授業に向けて頑張って総復習していきたいと思います。ただね、今までね、1、2年のまとめドーンとやってきたので、ちょっとね、インターバルが空いちゃったんですよね。それなので、この総復習、ちょっとね、忘れかけてる人がいるので、ぜひここで思い出してちょうだい。で、思い出してできるようにしちゃって、僕らのアドバンテージも1学期にガーンとやってきた関数、これをダーンと2学期に出してやろうじゃありませんか。頑張っちゃおうね。では、まず直線の式を求めるバージョン、ここからいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずね、傾きが3ですよ。そして点を通るんだけど、y イコール ax プラス b。はい、傾きは a でしたよね。b が切片という形になっとるわけですね。なので、a を3にセッティングしてちょうだいなっていうことですよ。なので、y は 3x プラス b と置いてあげるのね。で、置いてあげたら、今度はどうしたらいいかって言ったら、x に2、y にマイナス1を代入してあげたらできるんですね。はい、入れますよ。マイナス1イコール3、2が6プラス B ね。マイナス B イコール6プラス1、マイナス B イコール7で B イコールマイナス7。はい、答え出てきました。パフパフパフ。Y イコール、3X マイナス7。こいつが1本出来上がりです。次行きましょう。変化の割合がマイナス2。はい。変化の割合も傾きと一緒の A でしたよね。A は傾きと変化の割合っていう名前を持ってたんです。ですので、この変化の割合マイナス2ということは、やはり y はマイナス 2x プラス b と置いてあげなさいよということなの。そして、x が3で y がマイナス1を入れましょうよっていうことなのよ。だから、マイナス1イコール3入れるよ。マイナス2かける3だよ。マイナス6プラス B。いいよね。と、マイナス B イコールマイナス1、あ、ごめんなさい。マイナス6、プラス1ですので、マイナス5となって B が5と出てきました。はい、完成。Y イコール、こっちの方に書いちゃうよ。マイナス 2X プラス5というので、完成いたしました。さあ、次です。今度は、平行だってきました。y イコール 2x プラス1に平行なんです。平行な直線ってこういうことですよね。つまり、何個行って何個上がったか、何個行って何個上がったかという傾きがイコールなんです。だから、平行と言われたら、傾きを一緒にしとけばいいです。同じ。これ。ね。2にするんです。y イコール 2x プラス b ですよ。代入しましょうよ。x にマイナス 1、y にマイナス3を代入したら出来上がり。ね。と、マイナス3イコールマイナス2プラス b、マイナス b イコールマイナス2プラス3、マイナス b イコール1なので、 b イコールマイナス1。はい、できました。y イコール 2x マイナス1。ほら、完成と。こういう状況なんですね。いかがでしょうかね。それでね、もう一点だけちょっと言ってもいい？あ、できる人にはね、これね、実は B をね、これいつだけこう移行しちゃうの、こいつだけ、こっち側に。と、マイナス3プラス2になるじゃないですか、マイナス1って、こんな早くね、出してもらっちゃってもいいよ。こういうことです。さあ、それではちょっと、次も行きたいと思います。ちょっと時間がね、足りなくなってくるかもしれません。さあ、2点を通るって言ったら、傾きを必ず求めます。傾きはどうやって出すかっていうと、x-x 分の y-y、これで出しゃいいんですね。で、これで、出しゃいいんですが、x-x 分の y-y だよ。すると、1-4分の、2-、あ、間違った、間違った、間違った。x-x 分ね。マイナス2分の、y-y、2-4。だから、1プラス2分の2プラス4。だから、3分の6って出ちゃって、傾き2っていうことが分かったんですね。
するってえと、これ傾き2ですから、ちょっと下の方に持ってきますとね、y イコール 2x プラス b と置くんです。そして、1人を代入しましょうよ。と、2イコール2プラス b ですよね。わー!なんと b はここで0って出てしまうんです。ですので、これは傾きの2だけ。y は 2x という答えで終わりなんですね。さあ、ちょっと急ぐ今日は、交点の座標です。これは連立方程式を解いたらいいんです。代入法です。これイコールこれって置いちゃうので、ここに代入してしまいます。どんな式になるかというと、x-1 イコール -2/x プラス2。分数が出てきたら、ここで2倍をしたって分母を払っちゃう。これが大事。なので、2x-2 イコール -x プラス4と分母を払っちゃうんです。それから移行しましょう。すると 2x プラス x イコール4プラス2となって 3x イコール6になりますね。だから x は2と出てきます。はい、2出たらここ入れます。 y イコール2引く1、 y は1ですよね。ですので座標で答えます。2、1という完成ですね。さあ、それでも三角形の面積までいっちゃいます。さあ、直線分かってます。大事なのは ABC ね、 ACB、 この3点が分かるかどうかっていうところがポイントなんです。この3点の座標をとにかく素早く出してしまうことが肝心。まず A の座標いきましょうか。はい、 X 軸との交点なので Y に0を代入いたします。さあ、ここでもやっぱり2倍をしてしまうととっても分かりやすいので、2をかけてしまうととっても分かりやすいですよ。-3x イコール18なんで x イコール -6 と出てきました。 B も同じようにして出しましょう。0イコール -x プラス4、 x イコール4と、ほら、すげえ簡単。そしたら C も出しちゃいます。さあ、さっきと同じようにして、代入法で連立方程式を解きます。ここで2倍をするんですよ。分母、分数があるからね、2倍をして分母を払う。2かけます。 3x プラス18イコール -2x プラス8、ちょっと気をつけてね、移行します。プラス 2x イコール8、-18、 5x イコール -10 ですので x イコール -2 出ましたがね、 x が -2、 y はどうでしょう。ここに入れましょう。y は2プラス4、y は6と出てきました。そこで、マイナス6から4までですから、この AB の長さは10メモリあります。マイナス6から4まで。高さ C の y 座標でいいので、C の y 座標は6メモリありますね。さあ、最後です。面積をガチンコーンと出しちゃいましょう。つまり、点かける高さかける2分の1。出ました。30。それでね、これはね、とりあえず単位がついてないですね。単位ついてないから、このままが答えということになります。さあ、今日ね、ちょっとね、時間かかったんでね、ギュ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 ッと詰めましたが、ゆっくり諸君見てもらって結構でございますので、ぜひ、これで、復習して、もう総復習して、僕らのアドバンテージを、なんと2学期に爆発させようぜ!ではまた!